ンポン。頭キーン。頭大丈夫？いや、ちょっとかき氷一気に食べすぎて頭が。おう、ええー、な。もう夏やもんな。ゆかりちゃんばっかずるいで、うちにもちょうだい。かしこまりました。では、このかき氷機で美味しいのを作ってあげましょう。センスありすぎやろ。へいらっしゃい。お後はよろしかったでしょうか？もしかしてお味は何にしましょうかって言ってる？言ってます。今日はこれくらいで怒ったりせんから安心しや。そうやな。で、何味があるかわからんな。メニューとかあったりするんか？あ、右手をご覧ください。はあ、あれがゴリラです。うちは何を見せられてるの？わあ、ゴリラかわいいな。どうでもええけど何味があるか教えてくれるかな？いちごとコーラです。そうなんか、もっとバリエーションあったら嬉しかったな。もっとあります。そうなんか、いちご、コーラ、ダイエットコーラ、ペプシ。コーラにバリエーションは求めてないんですが、大丈夫や。ありがとうゆかりちゃん。いちご味でお願いしてもええか？かしこまり。じゃあ氷削ります。この氷削る音も夏の風物詩やんな。待てやー。はい。はい、じゃねえよ。今なんか男性の悲鳴が聞こえたんやが。え、じゃあ。待て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 。はい。はい、じゃねえよ。別に悲鳴の種類に不満を持ってたわけじゃねえんだよ。それなんなの？スピーカーです。なんで？夏なのでもっとホラーを感じてほしいなと思った先生の粋な計らいです。はかんな。かき氷からホラーを感じたいとは思ってねえんだよ。うわぁ！なんや、こちらかき氷です。なんで悲鳴あげたんだよ。南米の悲鳴あげタイム？言ってねえよ。何をあげてんだバカタレ。で、これ色的にイチゴ味じゃないやん。そちらペプシコーラ味になります。だからコーラはもうええ、中年。